マルク・マリー・ドロは、パリ外国宣教会所属のフランス人宣教師である。1868年6月に来日し、長崎県西その議軍外目地方において、キリスト教の布教活動の傍ら、貧困に苦しむ人たちのため、社会福祉活動に尽力した。1840年3月27日、フランスのルマンディ地方バイユー近郊のカルバドス県、ボシュロール村で、 ナポレオンの血を引く貴族の家に生まれる、両親と主任司祭、チバンルートによる厳格な教育を受けた。1848年、オルレアンの聖十字化学院入学。1860年、オルレアン神学校入学。1862年、パリ外国選挙会人学校に転入学。1863年、病気のため大学、卑怯の後、 バユー大宮学校に入学。1865年、同人学校卒業後、被災に除海された。1866年、監視の聖ジュリアン教会、補佐司祭に就任。1867年、パリ外国宣教会入会。1868年6月、被災のベルナール・プティジャンが帰国中に印刷技術を持った宣教師を募集したのに応じて来日した。 長崎で不況に従事した後、1871年に横浜へ転属し、日本最初の石版印刷をはじめ、政務日課、教会歴など7種の本を刊行した。1871年横浜に来たサンモール会の修道所のために修道院を建築。1873年、浦上の新虎が浦上四番崩れによる流刑から釈放されたのを機会に長崎に戻り、 印刷物の発行を行った。翌1874年7月、長崎郊外の洋島で赤痢が発生し、浦上地区まで広がり、流罪によって衰弱していた、浦上新都に蔓延したのを受け、泥は、毎日患者の家まで薬箱を下げて通い、予防方法等について解いて巡回した。鉄協会1878年、鉄協会主任司祭として赴任し、 カトリックに復帰した信者や隠れキリシタンが多く、住んでいた外目地区の死牧の人に当たった。ドロは、この地域の人々の生活が貧しく、孤児や捨て子も多く、特に海難事故で一家の働き手である夫や息子を、失った家族が悲惨な生活を送っていることを知り、1880年に孤児院を開設し、1883年には救助院を設立して、受産活動を開始する。 この施設に、修道所として入った婦人たちは、泥の技術指導に基づいて食婦、編み物、そうめん、マカロニ、パン、醤油の製造などを行った。ここで製造されたシーツやマカロニ、パンなどは外国人居留地向け、そうめんや醤油などは内地向けに販売された。1886年には、住民を伝染病から救済するため、泥診療所を開設し、 社会福祉事業に停身した。1914年11月6日、大浦天主同士教官建築現場において足場から転落、それがもとで持病が悪化し、翌日の11月7日に死去した。意外はデツに運ばれ、小高い丘陵にある共同墓地に埋葬された。貴族の家に生まれた泥は施設建設や事業のために資材を惜しみなく投じ、フランスで身につけた農業、 印刷、医療、土木、建築、工業、養産業などの広範な分野にわたる技術を外海の人々に教え、泥様と呼ばれ、親しまれ、外海地区の住民たちに伝えた製麺技術は泥様そうめんとして現在に至るまで愛用されている。地域の貧困者や海難事故で未亡人となった女性を進んで雇い、西洋式の旗折や日本初のマカロニ製造工場でもある。 め面工場を作り、人々の宗教的指導者であるとともに、地域の経済的発展にも貢献した。また、農業用地を買い取り、フランスから持ち込んだ農耕用具で、自ら開墾を行ったほか、当時、日本では珍しかったドリルや滑車なども彼が持ち込み、20世紀初頭の西洋と長崎の文化的架け橋となるとともに、あらゆる分野でその功績を残している。 旧デシン旧ジョイン旧長崎大司教官泥が設計。建築に携わった数々の教会堂は、ゴシック様式を踏襲しながらも、扉を引き戸にして、大工の技術を活かしたり、木造建築ならではの柱と寮の配置としたり、するなど、日本の伝統文化を重んじた建築様式が特徴である。当時の厳しい環境下において実現したこれら、建築物には一見の価値がある。泥が設計。 指導を手掛けたデ教会堂、大野教会堂、旧ラテン人学校、旧大使教官及び社会福祉事業に関連する遺跡はユネスコの世界遺産暫定一覧表へ登録された長崎の教会群とキリスト教関連遺産に加えられている。ありがとうございます。